ということでございます。え何が何やねん、ちょっとなんか言えよ。あ、ごめんごめんごめん、もう始まっとんで。ごめんごめん、なんか違ったかなと思って。いやいや今あなたが一番メインよ。さっきめっちゃ出過ぎてたけど。本当に、うん、そう、かわいい。いや、かわいくはない。かわいくはない、かわいくはないけど。そうそう、ヒョウ柄のほら一緒に、ほらヒョウ柄と一緒に写って、ヒョウ柄と一緒に写ってどうぞ。え、ギャル、ギャルって感じじゃん。どこだよ。赤のな、うん、赤のなんかソファーにヒョウ柄は、ソファーとヒョウ柄、なんかちょっと憧れだったのこれ。おしゃれな感じや、なんかちょっとエッグとかに持ってさやエッグには乗ってないやろ。いや、これさっき引っかかったな、これスカートちゃうねん、これこれ何、これも、あの肌着。肌着今もも引きって言いそうなの。まあもも引きみたいなのやけど、スパッツを履いて、うん、ほらほら、ヒョウ柄と写して。もうええわ、ごめん、時間がなかった。はい、始まりました。ミラクルヒカルのくるくるミラクル。はい、実行役はいちご姫、そしてチャットスタッフはマサオでお送りいたします。うわ、何、いや、すごい、マサオな、また綺麗に、なんかマサオ全然こん時しか羽織らへんっていうのはもう確実に分かってるけど、なんかほんまにさ、最近は家でも着てるらしいよ、あれマジで。クルクルトレーナー、うん、クルクルトレーナー、なぜかね、XL なんですよ。マサオそんなデブじゃないよ。マサオまあまあ小柄な方よ。M やから M、 そうそう、うん、マサオの体型なんてそんな誰も知らんからね。マサオ大きいのイメージは、うん、間違いないかみたい な、ダボダボできたらいいんちゃいます。そうそうそう、ありつつね、うん、これでいいんちゃう。これもらったよ、うん、なんかほんまに20年前のなんか映画のプロデューサーみたいな。ちょっとそれを意識してるみたいやけども、あれ今日マサオなんかまあ、もうベレー帽いい加減にしよう。いつも見えてるやつ、見たことない、もう腹立ってきたわ。だったらやばいことなってんちゃう。いや、もう取らんでえで。もうスーさんありがとうございますですね。あ、スーさんが、ほんでほらほらマサオほら出た、ぬれせんべい。 お得意のね、私もぬれせんべいまだいただきました、一緒にちょっとね、見ちゃいました。お得意のぬれせんべいだ。送りすぎやねん。お得意ってどういうことこれ。もうこの方もうぬれせんを買ったら日本一行くぐらいの感じですね。あ、スーさんは、中にはうまい棒を送られた日本一の方がいらっしゃるんですけど、おうおう、まあ、スーさんスペシャルもすごいな。いっぱいこれね、色が違うでしょ。うん、違う、青と赤ある。青と赤あるんですけどね、味の違いね、わかりません。嘘嘘嘘、若い食べ比べましたからね、わかった時ございません。マジで、美味しいです。これね、うん、この濡れせんべいは非常にね、うん、ここの会社、一旦なんか危なかったらしいけど、濡れせんべいでガーって取り回したところらしくて、うん、まあ、そのほぼ、まあ、7割がスーさんの。スーさんがお金落としてんねや、7割。なんか全部給料に払ってはるよ。スーさん、役員になればいいのに。ほんまにそうですよ、もううまい棒業界とぬれせん業界、スーさん立ち上げてますから。いただきましょうか。え、ちょっといただいていいですか。ええ、てか味の差が分かんない。味の差はね、そんな分かんないですけど、スーさんいただきますよ、なんかね。いただきます、スーさんいただきます、トロベリーよいしょ。あ、開けへんから後でかい。何を食べようよ。せっかくいっぱいもらってんの。せっかちでんねん。分かった分かった、ほらあ、食べちゃうよ、こんなもったいない、もったいない、いいの食べていいのこれ。あ、ケンさん、当てたいよ、当てたいよ。大丈夫、今日の濡れ線はいつもより濡れてるな。濡れてる、開いてないやん、まだ開いてんけど。うん、あ、相変わらず、あ、ぶっちゃけどんな味、いっぱいもらって、うん、ちょっと飽きて。嘘でもありがとう言うと思い出した、まだこれ食べた時も、これをね、主食として毎朝昼晩と食べてたのね、うん、ご飯の代わりに。ちょっと飽きます。それは食べ過ぎやからやろ。でもこれすんごい、1枚200円ぐらいすんちゃうかな。わぁ、だってなんか結構ちゃんとしてるよね。ちゃんとしてる、ね、調子のやつなんでしょ。あんま手に入んないの今、ものすごい予約が殺到してて、やっぱり、うん、結構何ヶ月待ちみたいになってた。そうなん、うん、それをね、何枚送ったんやったっけ。150枚送っていった。え、これだけじゃないの。これだけじゃないの。え、嘘、これ180枚、なんか10枚入ってるから18袋送ってきたから。なんでさ、スーさんはそのルートを持ってるわけ。これも18袋そんな、ね、桁が違うのよね、ちょっと送りますって言って、うん、お中元ぐらい送るほんまやな。ねえ、これ何の記念に送ってきてくれたん、スーさん。スーさんなんかが違う、スーさんなんか、あ、スーさんね、どうぞ皆さんでお食べくださいって言ってます。そう、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、初めて食べました。そうそうそう、これとね、一緒にね、うん、一番初めね、うん、これ初めて食べて感動してね、うん、
まあ、美味しい美味しいって言ってて、もう一個ねこれと一緒にね、うん、なんかくれはったやつがあって、ね、何だったかな、おえっ、ー、とね、大泉洋の DVD セットこれとこれをねもうこれ大泉洋これを見ると思い出すぐらいそれスーさんが大泉洋の真似をしてほしいからじゃん、いや、勉強して言うて、ミラクルさんの人生のためになるよっつってこの真似ないってね、そうそうそう、なんかこれも人生の味がするもんねせんべいなのに柔らかいんだぜ、それがヒットそうやね、すごいことです、歯に優しいから私も食べれるわ、これ歯に優しい、歯に優しいよ、硬くないから、ね、硬くないからね、優しいからね、うん、そうそうそう、なんかおばあちゃんでも食べれそうな感じや、うん、うん、やっぱりちょっと飽きた感じ飽きた言うな、ちょっとなんか戦時中ね、おじいちゃんが味噌汁飽きたみたいな感じの感じ、あと、ね、2週間ぐらいしたらまた、うん、ちょいちょいね、いっぱいもらったんで、これこう置いといても湿ってるから、初めからまた食べれるから、うん、そうはね、いつでも、もうこれが変に乾燥してパリパリになった時なんて、しまったーっていう香ばしくなった日なんてえらい後悔しちゃうから、そうやよな、濡れ線の話は、まあ、あと2時間ぐらい喋れそうなんで、いやそれはいらんけど、それはちょっと、惜しいけど、そうそう、さっきからさ、はい、入ってきてさ、何思っててんけど、うん、何何、いやその今触ってる髪型なんですけど、まあ、どうも、なんでここ、このこれこれ何なこの髪型、稲垣吾郎を意識してみる、すげえ、ちょっと待って稲垣吾郎の悪口になってしまいそうになったわ、ほんまに、なってしまいそうになるから、危ないな、それはスマホ的に回したら危ないから、そうやろ、うんうん、いや、だってそのさ、いや、あのね、髪型はいいけど、ここ何これ、これちょっとおかしくない、これごめんね、私まあくるっと巻いてみたんやけども、そう、アップアップ、ほんでそ試しに逆にクッてこうクッと巻いてみたら、うん、なんかえらい髪傷んでもって俺そんなってもうて、はい、もう取れないんですよ、楽屋行った時からさ、あのね、なんでここだけ跳ねてるの、私元美容師といえども、うん、何の技術もございません、うん、あのね、もう私あまりにヒッキー大好きだけど、ヒッキーの髪型ばっかりちょっとぶっちゃけちょっと飽きちゃったところがあって、うん、それで今日巻いちゃいました、あ、あれ、ね、いくらそっくりさんって言っても、うん、たまにはちょっと違う顔でもいいんじゃないですか、あ、まあな、いくらそっくりさんといえどもちょっと皆さん飽きるかなと思って、うん、頑張って巻いたら、まあ、このレベルですよ、ちょっとなんかでも、ね、ここら辺はやっぱヒッキーをこう残してる感じなんだけど、でもこっちが残念なことになってるよね、残念なんだけど、うん、でも基本的にはあの全体的に今日はあの化粧濃いでしょ、化粧濃い、それも思った、テーマがあります、テーマ何ですか、奥様です、テーマは奥様、うん、奥様なんですかそれは、今日のテーマはあの芦屋の奥様みたいな感じ、芦屋の奥様はこんな飲んでないよだけど私あの昔から、うん、あのちょっと奥様になりたいっていうのがあって、うんうん、子供をちょっとあのセダンで迎えに行くっていう夢があって、うん、そうそうそう、まあの面白い話じゃないんだけど、なんでよちょっと待ちや、うん、ちょっとまあ今日そんな感じで、まあいやいいっすけどね、うん、いい、まあまあ、あんま広くないかもしれない、これでもヒッキーと同じタイプのやつをまだいただいて、コントレーナー、え、誰かも、誰から、さくらさん、あ、さくらさん、スーさんじゃないの、さくらさんちょっとね、あの人んちに行っていつもさくらさんダメとか、あ、書き込みはないんかな、あったんですけど、そう、うん、おい、さくら見たのか待って、来とるぞこれよお前のくれたの、はい、ということで、なんと、実はですね、はい、今回も、はい、このくるくるミラクル週間視聴率ランキングがなんと2位、本当に1位になれなくて申し訳ないですあいつがいなけりゃちょっと待って、花束渡してさっき、いやでもね、うん、あそこのラインと確実に違うエッセンスなのにも関わって、まあ、見てる人が幅が広い、そう幅広いよね、どこのジャンルにも当ててこれる人ばっかり、そうですよ、うん、だってあんなにね、うん、なんていうのかな、気候伝さん、うん、気候伝さん、気候伝さんにあんだけ絡んで、うん、ね、うん、あんだけ失礼なこと言って、うん、死ね、お前死ねってことになるじゃないですか、あー、ヒカルさんのね、器が広い、そうやね、皆さん器が広い、器が広いです器が広い、それ奥様、器が広い、怖いちょっと奥様、今日なんか、今日は私の、うん、お部屋から今日から、今日から奥様、怖いわちょっと、もうそう、私ね、ダメなの、何が、私ね、さっき気づいた、ちょっと何気づいてくれたん、ちょっとこの何、うん、座敷のシチュエーション、うん、この地べたで座る、うん、ちょっとね無理、癒されてる、あ、癒されてるよかったな、私にこんな癒しは必要ないよ、あ、そうか、もうちょっとピシッと緊張感持って、もっと、ダメだ、もっと
もっとこう激しく攻められた方がいい。もっとこうウェーブが激しくならないと落ち着いちゃってるわ。あかんあかん。あかんよそんな私。まあねそんな。いやヒヒヒヒって笑わんでもいい。ダメ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 。ちょっともう走ってくるわ。走らねえよもう。番組中ちょっとここ生放送ちょっともっと心拍数上げんとは。いやこんなそんなんここでパッと上げれるようならんと。素敵なカールにもなってるしこんな私素敵すぎる。素敵すぎ素敵すぎへんは失礼かもしれんけど。あほんまねちょっとまあせっかくやからここでちょっと分かりました癒されながらね、うん、ちょっとヒカルさんのいろんな話聞こうかなと思ってるんですけど、ね、ジャズを流してくれジャズをジャズは流れません。本当はい流れません。先週街でね見かけた変な人シリーズが好評でした。好評でしたか、はい、でもね、読んでたら、王子様八王子様かなんか分からない私のブログにね、うん、ミラクル、ちょっと、なんですか、今回調子悪かったですね、うん、みたいなこと書いてあって、うん、なんていう、なんていうのそういうのなんかとどまっちゃってる人なんていうのとどまってる人とどまってる人あこいつ今ちょっとスランプ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 ですねって書いてあった。あらそうものすごい真に受けてるやん。ものすごい真に受けちゃって、うん、ものすごい気になっちゃって、うん、そんな私なんだけど、うん、どうでもものすごい気になっちゃってものすごい気になっちゃって私全然この間すげえ調子良いつもりだったのに、うん、見る人によってはスランプだったりするわけで、うん、どこ行ったらいいんだよ姉さん。行ったらええねんヒカルは。なんでちょっと森進一になった今、うん、耳毛出てますか。あの、ね、歌わせてください。私も歌詞書かせてください。お願いします。ようかもちょっと遊びがつもりだったんです。森進一さんのイメージいい歌になればと思ってやったことなんだめだめ先生を褒めてください。耳毛をもっと耳毛はかなりおすすめ進みすぎや耳毛。僕はね、麻布の奥様の雰囲気で来てるんですからやめてください。でしょ、ちょっと今日は奥様のテーマなんでしょ。娘をそろそろ迎えに行かなきゃって気分でやってるもんで、エステをこれから始めようかなって思うもんで。エステも開かんでええけど、はい、ちょっとなんかね、変な人のね街で見かけた変な人シリーズはね、日に日にまだまだ増えてます。まだまだあんの。はい、まだまだ増えております。ちょっとなんか一人教えてください、はい。じゃあ一人と言わず二人でも三人でも言わず三人と言わず、うん、言わず、うん、まあ3人ぐらい。なんどっちやでも3人言うてくれ。やらせていただきましょうか、うん、いいですか、やらせていただいて、はいはい。どんな変な人がいました。ちょっとなんかでもお腹すいたさ。なんでさなんでさそういうささっきまで食べへん言うて聞こうとしたら全然進行させてくれない人だ。そうやほんまになんで笑ってんの。一心一体って感じやな。あー楽しい生放送で編集もできひんのにこれからネタやるかと思ったら食べ出して困ってやる。困ったわほんまに。扱いにくいやろ。困ってるわほまあでも時間もったいないから行きましょう。行きましょう。やりましょうやりましょう、はい、一人変な人いました。また今日変な人どんな人。これ全部本当にノーカットじゃノープランじゃない、うん、ノンフィクションですと、うん、よろしくお願いします、はいはい。まあ、今日さらっといきますと今日朝見た変な女の子っていうところで、お変な女の子ちょっとね、はい、やらせていただきたいなと思いますのが、自転車を乗ってる女の子も可愛い女の子ですよ、うん、私が家から出てきました。坂道普通に何もないです。普通のとこカーブするときに、うん、ああこれ普通に面白くないかもしれないけど、うん、ああおいおいおもろいやろあれなんか見えた。あー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 あって言った。まあそれははい終わり。ちょっと待ってや今のはもうちょっと1個目に言ったやろ。マサオも冷たいな。マサオは進行に夢中やほんまに、はい、この間ね、うん、電車男ならねホロホージさんと、うん、ホロホージさんおったな。おりましたけども、うん、まだおりますね。誰どんなおじさん。新宿おじさんっていうのがあります。新宿おじさん何すんのその新宿おじさん、ね、あもう次新宿かなって思ってる頃にですね、うん、続きまして新宿、新宿だったよねって言ってって思ったの、うん、嘘やんってこれそれ車掌さん言ったの。車掌が言ったんよ。ほんまおか、おかしいなと思って。車掌が言ったと思ったのよ、うん、車掌が言ったと思ったならばなんと前のおっさんが喋ってただけやん。車掌と同じ声です。新宿だったよね、そうだったよね。ほんまですで、ね、はい、受けた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 。はい、その次一受け、ね、どっか、まあまあ、原宿あたりから、うん、それこそまた山本選手が私、まあ、あんまり興味がありませんので、うん、ね、右のドア開けますって言ったら左開いてもおいほんまやそれは光が
逆におったとかじゃない。違う違う違うね、びっくりしたでみんな。うそ、みんなうまーってなったかな。まあそれだけや、それだけや。まだおるで変な人、まあ、変な人。誰、どんな人。いやこれはもうこれ分かる人は相当な、うん、まあ相当な何、相当なもうハイセンスな人や。ハイセンスな人。どんな人なの。まあ想像してくださいよ、うん、はい想像します。で私がいつも通る道あります。はいね、うん、あんたが昔住んどったようなところの道。ああはいはいはい、なんとなく分かる。そこにねスクーターがいつも置いてあります。フュージョンです、うん、フュージョン、うん、フュージョンがかっこいい。フュージョンですよ、うん、もうもしかしてジブラが乗っとんちゃうかなって思う。ジブラが乗ってるかもしれない。大体毎日通ります。2日に1回必ず、うん、ダウンタウンのまっちゃんそっくりなおばあちゃんが座ってます。おばあちゃんそっくりなおばあちゃんですわ。うん、その人が変な人な。あそうそう、あまっちゃんに似たおばあちゃん、いつも座っとる。ほんでそこで下手したらもう濡れ線食べとる勢い。人のスクーターの上でね。嘘、テーブル代わり。そうそうそう、ほんで歩いて乗ってるとこも見たことない。もういつも乗っとる。へえ、そういう人は多分ねそこら辺にもいると思います。高円寺あたりに。ほんま？いや、あと尼崎にもおるかもしれません。そんなん見たことないけどな。八王子とかにもおりますな。ほんまにおるの？おりますおります。まっちゃんに似たおばあちゃん？まっちゃんに似たおばあちゃんいます。ダウンタウンのまっちゃんに似てるからまたこれがね面白いよね。そうやよな。うん。どんだけ似てんやろ。まあ、まあね、これあんまりいいかな。さっきのね、あの新宿おじさんの話でね、みんながね、うん、えなりって言ってる。あ、そうだ。えなりほんま、駅長っていうか。新宿まで連れてってくれよ。音速丸、えなり。新宿のおばあちゃんとこれ連れてってくれよ。ふみ39さん、駅長っていうか、えなりかずき。あ、そっか。ほんまや。そうだね。みんなまあ、えなりくんもできるんだろうね。うん。うん、そうやね。だからみんなが知ってるえなりくんは。えなりさんもできるの？今やってたじゃないか。そうだよ、ちょっと横でやってるかな。別にえなりさんで買い物、まあ、これはまあ世の中がやる、まあ、一般的なえなり。一般えなり 80% って。80% なんや。えなり 80% です。一般的じゃないえなりもあんの、うん、でちょっとやってくださいよ。私のイメージするえなりくんは多分違う気はする、うん、あんまりよくわかんないですけど、うん、どうぞ。考えてんかった。うちやねん。なんで一般的ともう一個ありませんみたいなさ、そこ振ってなみたいな。私がするえなりくんはこうです。うん、なんか。いや。なんかじゃないって。もうね。笑っただけ。宿題な。はい。光るえなりをバナナマンの方も絶対宿題にします。なんでバナナマンが出てくるの。いやラジオ聞いてたから。それだけ、うん、日村さんも、うん、多分宿題にすると思います。宿題にせえへんと思いますよ、はい、ちょっとねはいはい、ということでいきます。まあそろそろあのね、またメールがいっぱい来てます。はい、メールがね、見ましょう、見ましょう。量産来てます。いやもう皆さんね、ヘブンイレブンさんも、ミラクルさんにもうね、ペッシさん、ね、あとちょっと辰富さんからあのえなりの 80% なら 20% は何って聞いてるよ。えなりの今 80% なら 20% は知らないえなりですよ。知らないえなり。妹と喧嘩する時のえなりです。嫌なえなりですよ。もうそんなえなり私もそうですけども、うん、9割人付き合いのための自分です。あだったら中学校の時あんた悪魔のような人って言われたことあるの。言われたそれ。いや私いつもかわいそうやな。自転車通学なのに徒歩のこといつも帰ってたの、うん、でもイライラしちゃって、私ごめんチャリなんでってすげえピューって帰っちゃったら、まあ、あんた悪魔だよって冷たいやつだなって思った。冷たいやつだなって思ったよ。自転車乗せてあげるとかもあかんもんね。二人乗りできへんしね。ねやったらあかんね。なったらあかんけど、まあやってたけど。やってたんかいな。田んぼ道とかやってたけど、うん、やっぱり私そこら辺は在庫感が人をダメにすると思うから、うん、その子が自転車も気聞かせよな、うん、もう自転車乗ればいいよ。きちゃん、まいちゃん、もう今言ったまいちゃん悪魔って呼んだ。いやまいちゃんが悪魔って言うのは、高橋さんっていう人がそれを見とって、こそっと見とって悪魔って言ったな。高橋さんの妹さんの方が、ね、悪魔って言うた、うん、うわすごいな、ね、でもまいちゃんは今でも続いてるから全然大丈夫です。高橋さんは続いてないの。高橋さんもちょっと行方不明です。行方不明ってどっちもお互いね。まあそうやな。そうです、高橋さんとちょっと音信不通なんですけども、あなんかね、まあ人に見せちゃいけないミラクルもいっぱいいる、ね、まあありますよね。ペッシーさん、
日村さんのモノマネをしているところをモノマネしてくれって言ってるんですけど、うん、じゃあラクダのモノマネですか。できますか。そんなにうわっいやそこまでやってない原型なくなってきてるやん、ね、俺は、うん、あの子供の頃の貴乃花をやってくれてるんだよな。あーそっか、ラクダの方行っちゃいましたね、うん、あ、うん、子供の頃の貴乃花のあれかどう違うよちょっと違うおじいちゃんだおじいちゃんとか言ってないもん。お父さんか親方とかそんなんじゃないの。あのね、お兄ちゃん。え、姫どんなやった。いやいや、貴乃花ちょっとマサオできんの。あ、あのね、お兄ちゃんのね、僕ね。怖い。二人怖い。挟まれて私嫌や。やっぱり良くないと思いました。うん、よくない。モノマネ芸人としてのポリシーとして、うん、やっぱり日村さん。日村さん、日村さん、日村さん、日村さんのモノマネはやっぱりあの、うん、そこで私があのやるのね、つけるものではべからず、ね、やるべからず、ね、結構やってるからエナビーしかりだって私もなんか堀さんの DVD とかも買ったもん堀さんとも仲いいの。あ、強しおいおいちょ待ってよとか、ね、練習したいって感じの仲は良くないんですけどあんまりあのお話したことがないですもん。あ、そうなの、はい、あんまり、ええ、あまり有名な方とあんまりお話したことがない。なんかさっきの野原慎之助っぽいなぁ。おだど肌ちどつくどどわ、寒っ、わー寒っやっちゃったやっちゃったもう、私もうちょっとこら、はいはい、リラックスしてるからこういうことになってくるんだろ。立ちいいよ、姿勢よくしてちゃんとやればええがな。自分自身がちゃんとあったらできるんちゃうんかいな。そんなつもりじゃなかったどんなつもりやってるの。じゃあね、早速あの早速、そうですね、もうそろそろコーナーに行きましょう。くるくる Q&A のコーナー、イエーイ。はい、このコーナーはですね、この人に聞きたいこんな質問を皆さん送ってください。ミラクルヒカルが何でも答えてくれます。はい、一番盛り上がったお題にはプレゼントの方を用意しております。あ、あっちかね。はいはいはい。ということで、くるくる Q&A メニュー見えますか。はい、ミラクルはね、はい、全然スランプには落ちてません。なぜならね、人生ずっとスランプだからです。近いやん、ずっと落ちてるやん。じゃあ、じゃあね、はい、宇多田ヒカル、オセロ中島、仲間由紀恵、長澤まさみ、浜田まり、あややアンパンマン、ゆう、その他何でも、こんなことが聞きたい、この人にこんなものを聞きたいという、皆さんお題の方を募集しております。はい、はい、皆さんお待ちしております。はい、ということで、はい、早速ね、なんや、来いや、はい、来ておりました。もうなんかもう知らんけども、ね、ミラクルメールがたくさん来ております。職人になりきっとるの、ね、なりきってるよ。さすが。メールを送るときまとめて送ってもらっていいですか。はい、あ、それもまだもう一回できましょう。おい、いつかこんな偉そうなこと、はい、顔がすいません、偉そうなこと言いました。すいません、送ってくれてるにもかかわらずな。誰のおかげでお前ぬるせんべい食べとると思っとんやん。あのスパムメールみたいになってんすよ今。業務メールよりミラクルメールの方が多いんですよ。ああ、じゃあそれはすごいいいことですけど、皆さんね、できれば1回にもうほら10個ぐらいある人はもう10個まとめて、うん、もうできたらでいいんです。もうそれはもうできたらでいいんです。できたらでいいんですよ。どうしても追加があったらまたねメールを送ってくださるのはもちろん OK でございますよ、はいはい、もうそこはもうでも、 もうプライベートにまではもう全然もうそんな、はい、はい、もう自分のやりたい感じでよろしくお願いします。そうですよね、はい、メールをお待ちしております。メールもね、それでは、皆さんからお題の方を書いてもらってる間に、メールが来てる方のやつをやりましょうか。それでは、この濡れ線をいただいたスーさんから、宇多田ヒカルシリーズ、はい、宇多田ヒカルさんへ質問です。納豆チャーハンとサバの味噌煮以外で得意料理を教えてください。宇多田ヒカルさん、納豆チャーハンとサバの味噌煮以外で得意料理を教えてくださいということで、料理が得意そうですけど、ヒカルさんは暑い暑いこのスタジオがですか。暑いね、暑い、うん、暑い、どう暑いんですか。あ、なんかすごく暑くなってきちゃってる感じがする。すいません、ちょっとクーラーかけてもらいますわ。本当にすごい、手とか握って。あ、すっごい暑い。あ、すごい、なんでそんなさ、なんでちょっと汚かったみたいに僕は失礼な。納豆チャーハンと、うん、サバの味噌チャーハンと、うん、サバの味噌に
が得意なんですね。後チャーハンおにぎりと鯖の味噌煮おにぎり以外で おにぎりおにぎりって言ってないです。あの納豆チャーハンと鯖の味噌煮以外で、ね、いやおにぎりじゃない、もう一回納豆チャーハンと鯖の味噌煮おにぎり、いいよ、特に大事なんだけど、ちょっと特に大事なんだけど、一番得意なのは得意なのはおひつのご飯の、おひつの上にこびりついた、カラカラになったご飯の、ご飯の耳じゃなくてご飯の耳なんだけど、あんまりちょっと分かんないかもしれないんだけど、分かんないです、全然分かんないです。特にあの、一部好きとかには耳がよくできるのね。一部好きはもう耳食べるために耳食べるためにもあんのかっていうくらいこう耳があって、それを一部好きのミニーのそのご飯をどうしちゃいます。どうするかは、あなた次第だよ。なんでやねん、教えて言うてんのに結局言ってへんやん。結局得意料理ないやん。難しいね。それはやっぱり、ヨーグルトと混ぜよう。ヨーグルトと混ぜよう。今思いつきやろ。混ぜて美味しかった？食べた？ん？んじゃなくて。ごまかしてる、ごまかしてる。大体ね、私何でも作れるから、そこら辺は。おう、何でも作れんねや。スープを温めたりとか、あと肉をひっくり返したりとか。思い出しちゃった。なんで思い出し、肉をひっくり返して何の悩みがあるの、その泣くような。肉をひっくり返すのは私じゃなかった。誰やってんじゃん。聞かないで。聞いてあかんかったんや。触れてあかんとこ触れてもうた、すんません。ごめん、ごめん、ごめんね、ごめんね、ごめんね、肉をひっくり返すの誰か聞いて、ごめん。いいよいいよ、いいね、ごめんね。まあ今日はちょっと筆記ネタはやめとこう。ほんな次行きましょうか。奥様だから今日は。そうやな、じゃあ奥様っぽいやつ。奥様だから、そうね。じゃあ奥様といえば中尾明でしょ。奥様といえば中尾明。どういうこと？わかれ、もう適当や。セレブリティつながり。セレブリティかどうか分かれへんな。中尾よくでもね気づいたね。私22、23の時一番中尾明をやってました。ほんまに？中尾明で、カリスマ美容室の面接に行ってます。うそ。うそ。受かった？落ちたん？落ちましたけどね。ごめん、君中尾明って誰？って言われた。カリスマ美容師テレビ見ないで中尾明は知らなかったし。結構有名な人やのにな。中尾明もいいけど、俺たちには何が欲しいって、スター性が欲しいからってやっぱり言われた。そう、中尾明をやったんね、そこで。あかんかったよね。だから思い出の中尾明ですよね。だって面接でさ、面接の中尾明。そうだよね。だから一発芸が受かるって青木くんが言ったからだよ。青木くんって誰やねん。え、青木くんっていう人がいてね。いや、受かるんだってよお前、一発芸で。お前アンパンマンやったらお前カリスマになれるぞお前。中学生やそれ、なんか言ってるの確実に。お前は眉受けすぎやろ。じゃない。まあ、じゃあ行きましょうか。ラリピーさんからです。あ、ごめんなさい、ラリピーさんじゃないなかった。肉はやっぱりうまいさんからでした。ごめんなさい、肉はやっぱりうまいさんからのメールです。中尾明さんへ質問です。中尾明さん、得意料理は何ですか？ししゃも。ししゃも。ししゃもどう？中尾明です。はい、中尾さんどうも、こんにちは。ちょっとスランプに陥ってるんですけど。中尾さんもスランプなんですか？実はね、中尾なんだけども、中尾さん自分で中尾って言うかな。うっかりしてた、楽屋で練習してくるのをね忘れてた。何の練習をしてくるの？今ね自分で久々にやってよくわかん、音楽の時のね、坪井先生と混じっちゃってて。中学校の時の音楽の坪井先生。いいですかみんな、口をいっぱい開けて頭の先から声を出すけん、のっていう坪井先生と。そんな先生、これ誰も知らんやん。中尾なんだけども、おすすめのご飯なんだって。得意料理は、中尾さんの得意料理は何ですか？なんか作られたりするんですか？得意料理。得意料理だってね。得意料理だってね、中尾はまあシンプルなものから、ゴージャスなものに変わるのが大好きだから、中尾的には3つぐらいある。1つはスパム。お、スパム。スパム。
スパムですか？スパムをね、うん、まあ、あれはあのミンチを固めたものなんだけど、うん、ミンチ、あれもう一回ミンチにしてね、ミンチもう一回すんねん、二度手間やん、せっかく固めてあるんだけど、あれもう一度ミンチにしちゃって、うん、試しにね、試しにね、うん、まあ、なんてあのうちの、まあ、神さんが、うん、神さんがあの器作ってるから、うん、器をね、それに入れてね、うん、あのシンプルな器にスパムを入れるんだ、うん、入れてそれをこう、まあ、なんていわゆる一種の遊びなんだけど、うん、こう手を使わずにね、ほら、手なんで手使わん、まるでこうスパムをペディグリチャムみたいな、それハマっててね、意外とあの新しい食べ方を、もう食べ物の息を変え食べ方を変えるっていうね、料理ではなく食べ方を変えるってことですね。中尾さん的には中尾だけどね分かります、分かってます、いっぱいあるんだけど、いっぱい、2つ目なんか得意料理は、まあ、3つって言ったんだけど、うん、まあ、2つ考えてなかったんだけど、考えてないんだ、ほな、ええわ、行こう、はい、行こう、うん、はい、ということで、中尾さんのペディフリーチャム食い宿題にしとこうか、うん、宿題しときましょう。それでは3つ目いきましょうか。次、こういうのがやっぱりやばいって言われるのかな、おじさまに、うん、スパムーチョ言われてるな、スパムーチョ、田村正和って言われてるで、ね、田村です、あ、今ちょっと顎がかくミシって言いました、危ない危ない、顎関節でございますの、なんと、うん、で田村、まあ、田村正和なんですけども名前、私、はい、ミラクルこと田村は、人生で2人目にモノマネしたのが田村正和でした。おお、その時のフレーズ、うん、トンネルズが流行ってましたんで、はい、で、うんこ踏んじゃった、これで一躍、3年5組のスターになりました。小学校、あ、ちなみに一人目はトシちゃん、トシちゃん、クバチャーズです、フーって感じで、はい、スターになったんですか、そうです、3年後組の人気者になれました、クラスの勝つの声だもん、はい、はい、ですからですから何ですか、だからどうしたんですか、だから、はい、次行きましょうか。やっぱりこのクッションが変に落ち着いたってよくない、行きましょう、マサオ、もうずっとやってるから、みやこさんからのメールです、マサオはな、そうなるよな、いいね、あ、そうなるよ、いつか偉そうな、みやこさんからのメール来ましたよ、来たね、はい、桂小枝さんに質問です、最近小枝さんは何ですの、何がですの、最近何びっくりしたこととかってあります、何がの、だからびっくり、そう、びっくりしたこと知った、うん、あ、こっとは、うん、桂小枝ですこ、何がですの、だから小枝さん、だから小枝さんね、最近びっくりしたこととかないんですかって聞いてます、あれ、ま、なし、いやいやいや、なんかびっくりしたことないんですか、な、びっくりしたこと、うん、びっくりしたこと、なんと、なんと、尼崎の人は、尼崎の人はどこから来ましたって言いましたら、うん、尼ですわって言うんですよ、それ選手も言った、選手も言いましたね、何がですか、いや、何がじゃなくて最近びっくりしたことないですかね、最近、うん、最近、最近びっくりしたことは、最近、最近びっくりびっくり、ね、なんと、なんと、低反発枕、低反発枕がどうした、ほんまに反発がない感じそれにびっくりした、結構ね、小枝さん、あの小枝みんな受けてるねとりあえず面白い、とりあえず、あと下北さん、うん、にすぎ、にすぎ、うん、にすぎみんな浅いなにすぎ、うん、西川きよしさん儲かってますか、きよしさん儲かってますよな、儲かってますよ、僕も嫁をもらいたいな、もう行きましょうか、チャットに行きましょうか、はい、いっぱい来ておりますよ、じゃんじゃん皆さんもお待ちしております、Q&A のメニューに何でもいいので質問してください、なんでそんな辛そうな顔してるの、ちょっとテンション上げて、テンション上げて、ちょっとお茶飲んで行きましょうか、それではネグローニさんからいただきました、
あ、いやいや、質問。松浦さん質問です。春の新作の午後の紅茶は何味ですか？お、あややが紅茶を飲もうとしてる。うん、味の素だね。え、味の素入ってるんですか？味の素だね。味の素味？これはちょっと黙ってて。あ、すみません。すみません。もう私まるで二十歳超えてるみたいじゃん。いや、超えてますよね。もう本当にそういうこと言うと怪しいの。25、25。本当でサバ読んでるみたいだ、そういうこと言うと。サバ、サバ。何そういうこと言うと味の素だね。紅茶。やるね。午後の紅茶。なんで紅茶なのに味の素なんですか？そうっすよ。アミノ酸。え、アミノ酸？ああ。アミノ酸。アミノさん、アミノ節子さん、誰やねん、誰やねんそれ。アミノさんが作ってるんだね、紅茶を。アミノさん、わざわざパリに行って葉っぱを仕入れて、アミノさんは、うん、やってるね、味の素。味の素はアミノさんなんだよ。味の素はアミノさんなんですか？アミノさんの味だね。アミノさんの味、うん、お、うん。あ、そう、新作の紅茶バージョン。あ、春の新作の顔。犬の散歩の途中に紅茶を飲みましたっていうね。なんでディスも。え、誰も言ったんだ。あ、いやいやいや、言うてんのにもう次行くで。いや、それは卑怯だ、笑うわ。それは笑うわ。ちょっと仲間めっちゃ笑う。仲間幸恵さんの、あ、そう、うん、どうしたの？この間、うん、選挙ポスターで、うん、ひらがなで書いて、え、仲間由紀恵っていう人がいたの。え、仲間へ、あ、仲間へ、え、仲間由紀、仲間へ由紀さん、あ、仲間へ由紀さんが今選挙ポスターに。ほんまに？何党か知らないけど、うん、ちょっと似てるな。いやー、もうそういうことでした。そういうことでした。それだけか。はい、いくよ、辰富さんから。長澤まさみさんへ質問です。長澤さんの可愛さの秘訣を教えてください。うーん、教えてよ。うーん、ちょっと長澤さんどうしたんですか？ちゃんとちゃん、うん、ちゃんとちゃんとの、どうして、あれ、可愛さの秘訣、うん、は、はい、可愛さの秘訣、はい、うん、自分が可愛い。ごめんなさいの秘訣は、うん、かわいさんの秘訣、あ、思いついた。かわいさんの秘訣は、うん、禁煙です。あ、今、あれ、今、あれ、長澤さん、禁煙、禁煙です。あれ、あれ、禁煙ってことはタバコを吸ってたのにやめたってことですか？なんです。あ、そうなんや。禁煙歴はどのぐらいで、ん、禁煙はどのぐらいして、禁煙は1年ほど。あ、1年。どうですか、ちょっと大人のイメージになったでしょ。私だって禁煙ぐらいするんです。あれ、長澤さんって何歳でしたっけ？39歳。うそ。もう子供のイメージなんて嫌だ。東方シンデレラなんてもうまっぴら、もうもう私は子供じゃないんです。禁煙したんです。あれ、何年後の、タバコは吸ったことないんですけど、うん、禁煙してるんです。いや、じゃあ禁煙って言わないですよ、吸ったことなかったら。違います。この間、うん、河合俊一さんに会ったら禁煙に成功って言うんです。なんでなんですかって言ったら、うん、初めから吸ってなかったことにしたって言ったんです。それで本当に河合さんが言ったんです。ほんまに？私は一回も捨てたことないけど禁煙をしてみたってことなんです。大人になったんです。心の問題なんです。私はもう少女じゃないんです、大人なんですよ。39歳じゃなかったと思うねんけどな。39歳なんです。大人なんです。大人なんです。クランボンは立ったよって。立つんです、クランボンは。クランボンも立つよ。笑うばっかりじゃないんだっていう情報が入ってきました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは次行きましょうか。キッセンさんから。キッセンさんって言ったら、キッセンでいいんだよね。あのファッション、あのメイクアップアーティストの。あ、そうなん。あのなんか襟ぶわー立って、うん、なんかこうおかっぱで、うん、あれ、あれ誰、え、多分ね、違うと思うよ。プリッセさん。全然ちゃうやん。キッセンさん、これ
金銭さんからね。日銭？日銭ちゃうちゅうね。金銭金銭通販ちゃうねん。わからんかったわ今の俺。なんで日銭は女の子は秒見るで。今わからん。下着のセットから家具からこんな欲しいな思って。まず日銭のモデルから始めたいところだ。やりたいやりたい。モデルやりたい。もう服とか着たい。行きましょうか。行きましょう。アンパンマンへ質問です。アンパンマンアンタンアンアンタアンタンマン。アンタンマン。アンタンマン。ごめんねアンパンマン名前間違えちゃって許さないぞごめんねぶちぶっぱなすぞ君をぶっぱなすぞごめんね絶対言わない宇宙の果てにごめんねアンパンマン質問もあるんだちょっと待ってくれちょっと待ちます心の準備をさせてくれはいそれ聞いてからの方がいいんじゃない？そうですね。よし、リンゴダイエットを始めるとしよう。なんで？アンパンマンはちょっと分かった。僕はもうリンゴダイエットする。どうぞ何でも言ってくれ。今心に強いものを感じてきました。自由すぎる。自由すぎる。リンゴダイエットをしよう。リンゴダイエットするアンパンマンに質問してもいいかな？あ、ぼーっとしとった。ぼーっとしとったって。いつでも来いよ。でしょ？精神的に強くなってるから。アンパンマンアンパンマン。なんだい。中身をいちごジャムにしたらどうなりますか？リンゴジャムに変えるよ。いやいや違うの、リンゴジャムじゃなくていちごジャムにしたらどうなりますか？いちごジャムになることはない。なんで？え、おいしいよいちごジャム。いちごパン？いちごパン、いちごアンパンマン。いちごアンパンマンかい？はい。あんまり面白くないと思う。いやいや面白くない。僕はイチゴになったところで面白くないと思うよ。ちなみにアンパンマンのイチゴジャムが入った時の顔みたいな俺。そういうことか。わかった、もう一回聞いてくれ。質問はな、今日の質問はなだだい。なんだだい。まずアンパンから、アンパンから。アンパンの時は。まずアンパンマンにアンパンを、あ、アンを。入れたらどうなりますか？こんな感じだ。あ、ちょっと見えてきた俺。アンパンマンが見える見える。丸い中は。目は縦しか開かない感じだ。三日月眉毛ってよく言われるよ。ね、僕はアンパンマンだ。うん、それをいちごアンパンマンに変えたら？いちごアンパンマンに変わるよ。はい。なんでそんな微妙そうな顔ねん。いちご入ってもっと笑顔で可愛くなってよ。こんにちは、僕いちごパンマン。いや、なんか弱い。こんにちは、僕いちごパンマン。弱いもいじめす、声も変わってる。弱いもいじめすのだだい。いちごパンマンあんま助けてくれなさそうだね。ちょっとこれはね、アンパンマン受けるって言った。これはこれでいいと思うよ。ただ僕はもうリンゴダイエット始めるからいちごジャムはないと思う。それではリンゴジャムだと思うよ。そんなピクシー、僕は似てるのかい？アンパンマンアンパンマンアンパンマンにもう一個質問が来てるんだよ。あ、ピクシー1986さんから来てるんだ。家族見てたのかい？家族な。アンパンマンへ。アンパンマンだよ。ホワイトデーですが。ホワイトデーって今日のことかい？そうだよ、今日。本当かい？カバオくんに何かもらいましたか？カバオくんがくれたのはホワイトデーそのものだよ。ホワイトデーそのもの、うん、それはどういうものだい？カバオくんと一緒に今日はいや、すが出た。ってカバオくんからホワイトでもらったよ。うん、もらったよ。どないにもらったの？だからカバオくんがくれたのはね、カバオくんがくれたのはなに、初恋をくれたわ。初恋をくれたわ。なんでおかまごなっとんねん。わかんない。アンパンマンおかまごなってるわ。次行きましょう。わからない、わからない。わからない、ない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 。戸田恵子、戸田恵子、戸田恵子、恵子。
言えて苦情来るよ、ほんまや稽古、稽古が稽古いろんな人から苦情来てるな、この番組稽古は伝説またノープランって言われてますよ、ちょっと稽古の武勇伝稽古は女優声優じゃないの稽古は子役から女優やってますじゃじゃ丸セブンさんからおジャンヌダルクって書いてあるよ。ジャンヌダルクだよ。書いてへんよ。いや書いてない。ジャジャマルセブンって書いてるし。本当だ本当だ。どこがジャンヌダルク？いやちょっとちょっと見えるよ。ジャンヌダルクファンかなと思っちゃった。ちょっと見えるけど。うん。ジャジャマルセブンさんですよね。うん、これ7ですよね。うん、浜田真理さんへ質問です。共演した仲間ゆきえさんに対してのゆきえゆきえね。ゆきえ。仲間ゆきえさん。ゆきえさんに対しての苦情って何かあったんですか？仲間ゆきさんに対しての苦情？はい、あるって聞いたんですけど、なんかえ、苦情ね、うん、うんうん、仲間ゆきさん、なんと言いますか、なんと言いますか、うん、悪い意味じゃないんですけども、あの、洗面台にこびりついた長い髪の毛、あれ、取ってくださいあ、取ってはらへんねや、うん、使おうと思っても汚なってんねん、はい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 、仲間さんはあとね、あの、脱いだ靴、靴、うん、靴、草履、うん、ちょっとあの、下駄箱の方にね、入れていただきたい、あー、脱ぎっぱなしや、あとあのお姑さんの入らない方の玄関から家に入ってほしかった、うん、うちのねお姑さんなんやけども、うん、まあこれまあ個人的な話、まあ、悪い意味じゃないんですけど、いい意味でなんですけども、まあ、ちょっとね気使って、うん、玄関2つあるんでうちは、まあ、3世帯いうことでね3階建てにもしたんやけども、まあ、お姑さんの使ってる時はなるべくあのなんていうかな、あのエスカレーターのボタンも押さんといてほしいあんま会いたくないのでね、うんうん、できた別々に、うん、別々なかったことかのようにいてほしかったかな、まあ、おしとめさんに、ま、なんや怒られたんやけど、この髪誰のや言って、うん、あんたの髪の毛ちゃうね言って、あんたの髪の毛パーマかかってるからこんなストレートちゃうな言って、いやお母さんお母さんこれ私の髪の毛です言って、ちょっと喧嘩になったとこがあったかすごいすごいうまい、いやごい、ね、ちょっと感動したな今ね、あ、まあ、これ髪のめみこさんが喋ってた内容なんですけど神のめみこさんの内容なんですか玄関が何個あっても足りへんと完璧やね、ねえ、ミラクル最高だって、おあのね、もうね、うん、みんなね聞きに入っててお題くれないもん、ほんまやん、うん、王子様は今日はどうや、ミラクル的どうや、大丈夫か、似てる、おもろ、ウケた、いっぱい来てますな、ほんまに、これ明日も金玉とか書くな、これ昨日昨日金玉とかハレンチうますぎ、やっぱり似てるな浜田真理、千秋さんに丸丸丸うん丸、なんと来た来た、はい、今日はねたくさんうん、いろいろねやらせていただきたいと思いますので、うん、行きましょうか、はい、それでは行きましょう、ネグローニさんからです、ネグローニさん、はい、ネグローニさんから、はい、ゆうさんへ質問です、えっすうっす、ゆうさん今度のファッション誌のコラムのタイトル、ファッション誌のコラムタイトル、うん、コラムやってはるんですか、コラムやってるそうですよ、ユウさんユウさんコラムやってるそうなんですか、やってるそうですよ、あ、うん、コラム、うん、これファッションのコラムってみたいな感じするし、ね、うん、ファッションのなんすかコラム、ファッション誌のコラムのファッション誌ですか、ファッション誌に詩がなんでついてるんですか、えファッション雑誌のねそういう気分か、それポエムかあったよ、ぼ知ってるよ、ほんとコラムのタイトルですよ、ファッション誌の、まあ、一応、うん、あの基本的には、まあ、ジーンズには高級感のあるバッグみたいなので、まあ、勝手に人の服は着ちゃいけないというところも込めまして、うん、込めまして、はい、あります、今度のタイトル 40% オフでお願いします、 40% オフ、なんで 40% オフなんですか、はい、90% オフはですね、うん、ちょっとやりすぎたところもあるので、あ、そうね、基本的には、うん、まあ着れないなと思った服でも、うん、ここ腰丈のやつを胸の上で着るだとか、うん、あといろいろあるじゃないですか、うん、ズボンをこう、まあ、この間やったんですけども、うん、首に巻いてみるとか、うん、まあ、靴下をかぶってみるとか、いろいろやると、うん、90% オフでできてもいいから 40% オフでってことで、急いでくれ早く40% オフ、 40% オフで急いでくれ、 40% オフで急いでくれ、うん、どうした、こんな感じでどんな感じやね、ちょっともう行きますよ、なんでですの
声玉まさきだ。何なんだよ、もう私がモノマネやった後のこの罪悪感なんで罪悪感感じんねん。だろうな。でもほら、ユウさん似てる似てるなーって。ユウのモノマネいいよねー。でも似てるーが。マジでもうみんななんかキャンプとか行けばいいじゃん、もう家族でキャンプとか行っちゃえばいいじゃん、河原、ね、河原とかに行けばいい家族いい家族装ってればいいじゃん彼女になんかもう彼女とヒルズとかなんかもう原宿とか行けばいいじゃん、どうせどうせ幸せだっしょ俺聞き入ってしまうなって。マジで、うん、声小さくないですか、大丈夫ですかね。大丈夫っすよ。わあ小枝ずるい、小枝に逃げた、小枝さんにチェンジ、小枝が楽やの小枝が楽やん。困った時の小枝か、うん、そんなに助けにもならんけどならないな、それは正解。そんな力もない感じのモノマネ、ヒッキーの次に似てると思うは小枝かな、これは、うん、小枝声だけに声だけにな声だけに、はい、うまい、うわ、うまい、なんで聞くの、聞かない、ちょっと聞こえた、みんなもう女の子でしょ、一応なんでしたの今濡れせんべいが来ましたこんな食べてへんやん、ほとんど食べてへんやん、めっちゃ残ってるやん、ダメやろ、オッケーナイス、女の子やろ、え、いや、小枝さんがゲップしたんじゃ今のね。小枝さんやったん、そうやで、小枝がゲップしたんやでっていうのは嘘で、亀田がしました。なんで、なんで一瞬だけ亀田出てきたわしがしたい、何が悪いや、ゲップの一つ、あ、二つ、あ、僕はお前亀田さんやったら食ってへんわ、全然食ってへんけど、ゲップは出るんや減量中やわ、やっぱり食うと太るわ、勉強になりました勉強になってよかったっすね。お、はい、それでは最後行きましょう、佐藤雲さんかな、佐藤雲さんからの質問です。森進一さん、はいはい森進一さん、どうしたら朝早く起きれますか。それアポイントメントを取らないことですどういうこと、え、あのやっぱ青森まで行くのは大変だったんですね。もうアポイントメントを取らずにですね、早起きしまして、アポイントメント取ってないものでですね、もう先生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 に謝らなきゃって思いがですね、まあでも いらっしゃらなかったんですけど、ね、やっぱアポは取らないといけないんちゃいますかね。アポイント、まあ、アポイントメント取ると、うん、こう心に余裕ができて早起きはできないかなって思ったりしてですね。森進一さん踏んだり蹴ったりですよ、私最近踏んだり蹴ったりの森進一さんにね、なんでですか今頃そんな、そんなちょっと朝子にもああだこうだと言われて、言われ、ああ、どうしたらいいですか私は。なんで私はこの公共の場でこの顔をしなきゃいけない嫁入り前なのにじゃあそんなね、森進一さんにね、耳毛の処理の方法を教えてください。彼に聞けばいいじゃないですか。私は知りません。いやいや、もう森進一さん作詞家の先生聞いてるわけじゃなくて、森進一さんに耳毛の処理の方法を聞いてるんです。私、まあ高級店を飲むことですかね。え、高級、高級店ですかね。高級って、あとあのあれですね、うん、あのプロゲステロンを飲むことですねそれ何ですか。プロゲステロン、エストロゲン、プロゲステロンを飲むとふわっとこう抜けるという、ほんまに女性ホルモンを入れますとね、うん、へえ、そんな、じゃあもうこれで、はい、あの一番良かった人を決めないといけない。はい、うわ、それではもう森進一はもうこのまま消滅みたいじゃあ森進一さんどれにしますか、今日良かったやつ。まあ、せっかくなので佐藤雲さんに、あ、佐藤雲さん、それでは森進一さんの、質問をしてくれた佐藤雲さんに、プレゼントの方をお送りしたいと思います。サイン入り色紙、はい、サイン入り色紙なので、まあ、あのミラクルアットマークギャオドット JP、 ミラクルアットマークギャオドット JP ない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 な、あれ、あ、あ、あ、これでね、あ、これで、はい、ミラクルアットマーク、あ、そうですね、ギャオドット JP に眉毛を ID、 そして、連絡先の方をお書きください。はい、はい、よろしくお願いします。ミラクルサインですか。はい、はい、ということで、なんやかんや言うてるうちにもう終わりましたか。どうですか、ジャズ、ジャズなの石崎さんのモノマネで あのサックスを眺めるんですね、絶対吹いた後にあの来週、なんとくるくるミラクルはお休みなんでございます。そうなんです、地元に行ってまいります。あらら、地元、またね、神鍋高原が呼んでくれましたね。
そうなんだ。もうブルーリッチホテル呼ばれましたね。またブルーリッチホテルしかないですから、うちの地元。あらら、もう結婚式も何でも。はい、うん、どうでしょう。うん、でも、来週は、くるくるミラクルはお休みでございますが、再来週はもちろん帰ってきますよね。はい、来週もっとハードなパーマをかけてね。パーマかけたの？パーマ、あの、自作ですよ。自作で、うん、はい、貧乏パーマや。貧乏パーマ三つ編みして今度今日かじゃあ。じゃあ久々にも博士太郎風味の感じで、お、来週はちょっと来たいと思います。あ、再来週も来んの？再来週、再来週、来週も。おい、あげしとんねん。再来週も来週も、もう器がちっちゃいな。もうそうなんですか、声出すな。一緒。うんにゃ。それでは当たりの最後に、はい、今週のミラクル光るをどうぞ。低反発枕はもうちょっと反発が欲しいと思いました。それ誰の？誰？以上。バイバイ、違う。またモノマネせんへんかった今週。